お疲れ様です。お疲れ様です。私過去にビビらす系のドッキリすごいされてるじゃないですか。もうマジで散々私やられっぱなしじゃないですか。確かに。なので、まあ、ちょっとやり返ししに行こうと思うんですよね。まあ、今からドバ行くんで。ドバに事務所あるんで、その事務所に隠れて驚かそうって思います。ミッチーに結構やられてるんですけど、まあ、ドバに正直ミッチーはおるっていう確証はないんですけど、まあ、足場班の連帯責任で誰がおっても誰でも驚かしたろうと思います。ベトナム人でもビビるんですかね。結構オラオラじゃないですか。結構確かにそうですよね。ガーッとか言うんですかね。ミッチーとかどうなんですかね。ビビるんですかね。でもバンジーの時はビビってたけど声は出てなかったですよね。わーあー、でも結構うわーみたいなぐらいのビビりだったらありますよね。ギャーみたいなはないけど、うわっみたいな。虫にすごいビビってましたね。あー確かに。うん。リュウジさんとか結構ドンってしてる感じじゃないですか、はい、その態度とか面構えっていうの、そんな人がギャーとか言ったらマジでおもろいですよね。では今からまあドバに行って誰がいるかなって感じですね。はい、まだ私たちも分かんないんで、ではドバへワープ。ドバに着きましたね。結構ガンガン鳴ってるんで、多分驚かす人はいっぱいいそうですね。そうですね。なんか事務所も電気ついてんですけど、いやーちょっとまさかの、誰かいますかね。一番ミッチーを驚かしたいね。これでミッチーいてたらちょっと最悪ですね。当初の予定だとリリーちゃんの事務所の時みたいに電気パッてつけたらわっみたいな、そういうのが面白かったんですけど、まあ、でもおるんで事務所に誰か分かんないですけど、はい、この事務所におる人だけには協力してもらって、はい、その人に呼び出してもらって事務所に、なるほどなるほどっていう感じかなって、協力者になってもらうって感じですかね。個人的にドゥックとかめっちゃ思ってます。ドゥックってあれですよね、足場の旅行の、そうです、足場の旅行の時の人ですね。私現場管理してる時にドゥックのおる現場に行って、私の方に虫がついてたんですよ、はい、ドゥックが「うわー!」みたいな、私の服についてる虫に「うわー!」みたいな、相当ビビですね。多分絶対面白いやろうなと思います、ドゥックにやったら。事務所に誰いるか確認してみましょうか、はい、誰いると思いますか。ミッチーさんがいないことになりますね。協力者になってもらうんで、一人がいいです。あんまいっぱい協力者おったら面白くないじゃないですか。はい、誰だ。堀川さんじゃないですか。フードかぶってますね。失礼。協力者は翔くんですね。翔さんですね。はい。行きましょうか。はい。お疲れ様です。私たち一緒にドッキリをしてほしいんですけど、グルですね。私驚かすんで入ってくるみんなを、呼び出してほしいです。あ、わかりました。電話かなんかでいいですか。あ、それで電話かなんかで呼び出してもらえれば。はい。ちなみにわーっと驚かして一番面白そうなんて誰だと思いますか。リュウジ君は多分塩対応ですか。ああ、びっくりもしないですか。何やっとんのって多分言われる。確かにちょっとそういう、それ見えますね。想像できますね。めっちゃ想像できますね。じゃあまず辻さん、リュウジさん呼んでみましょうか。そうですね。はい。あれ、リュウジ君ちょっとハウス来てもらっていいですか。いや、月曜日のやつでちょっと話したいんで。月曜日じゃない、外部のやつ行ってもらいたいんですよ。外部、はい、ちょっととりあえずハウスいいですか。ちょっと工程パンパンだもんで、ちょっといいですか。ちょっとお願いします。はい。めっちゃ恥ずいよ。めっちゃすんだよこれ。すみません。やば。見えましたか、私そこから入ってくる前に私が隠れてるの見えましたか。全然見えてないよ。あ、それは見えなかったですか。見えなかった。何、驚かなかった。大丈夫、驚かんでしょ。パーって言われたから。次どうしたら行きます。次誰行きましょう。ミッチするじゃないですか。じゃあコアなんだよ。わし28歳。28歳。一緒だ。顔もそっくりだから。顔そっくりだよな。双子の兄弟です。双子の兄弟。ホアンかっこミッチかっこホアンわからんけど、でもホアンって呼び出せじゃあホアンで次行ってみましょうか。なんかまた微妙でしたね。そうですね。なんか。案外そんなもんなんですかね。ですかね。お疲れです。うわ。びっくりした。どうします？もうびっくりした。とりあえず一緒ですね。あら、もう積み込み終わった？終わってないよ。あれ、ハウス来てくれん？ハウス？うん。分かったよ。うん。やり出しました。そうですね。いつ来るんですかね。この先疲れてきた。早く来てほしいですね。いや、早く来てほしいですね。待って。分かったよ。かかってきたね。どこにあんの？すぐそこに。扉の前。開けた左側に通路あるじゃないですか。あそこの左側の机のとこ隠れてます。あ、そういうこと。それから全部来るから。じゃあ俺左側バーン開けてビビらせんな。どうす。待って言ったん？言われてない。お疲れ様です。バラしたんね、張ってたね、バラ、ネタバラした。関西弁出てますよ。関西弁が出てますよ。もう関西弁。ちょっと待って飛んできましたね。裏切りじゃない？あいつやりましたね。絶対裏切りやんなこれ。そうですね。マジ、ちょっと待って、逆ドッキリってやつ。逆ドッキリ。いやもうマジっすか。いやもう疲れました。もう終わりましょう。帰宅しましょう。帰ろう。やっぱ自分がやられて嫌なことは人にしちゃダメです。ね、待ってね。ほんま、ちょっと待って、いつかマジで覚えてみたって感じ。マジでいつか絶対やろうこれ。そう。マジでいつかやろう。男の声になってるけど大丈夫？全然覚えてない。どんな声してたっけ？すっ飛んでっとったね。ちょっとここのとこカットでカットしといて。カットだって。ここしか取れ高ないですよ。取れ高ないからマジでこれはないやろ。次は芝藩じゃなくて編集の杉本ですか。あいつ最近調子乗ってますからね。いやいやいや、編集の伊藤君をちょっと今度やりましょうね。そうですね、一緒にやりましょう。そうですね、一緒にやりましょうっていう。でも僕バンジー飛んどるから。そうですよ。でもバンジーって言ってもやり返しをしたいんで、やり返しですね。はいはい、最後までしょうもない動画ご視聴いただきありがとうございます。ではまた次は編集マン伊藤君のやり返しにご期待ください。ではまた見てね。